Atreus, dandan to ude ga agatte iru na. Itsuka chichiue o oikosu kamo. Mou sude ni oikoshite iru. Oh. アトレウスが生き物の声を聞いた。この砂嵐の中で驚きですね。アルフヘイムのこと詳しいんでしょ。どんな場所か教えてくれない。まあ、すみません。エルフと私はなんというかどうにもお互い反りが合わなくて。だってあの巣。 とてもベトベトしてるでしょ。旅の幸運を祈ってます。砂が入らないように耳に布を詰めて試して損はありませんよ。何なりと。 鍛える甲斐がありますね。 何作ります? 次はお坊ちゃん? どうします? どうします? お話できます? この動物は何? グーロじゃよ。バナヘイムの種じゃ。だがなんでまたこんなところに? ソリを引くよう仕付けられてる。ついてるね。飼いならされたグーロか。これは驚いた。<笑><笑> ここじゃ何も聞こえない。ひとまず洞窟を見つけて位置を確かめよう。見て、洞窟の入り口だ。
洞窟は砂漠の下に続いている。動物は中にいるか？うん、いるみたいだ。進めばきっと見つかるよ。ここ何なんだろう。おそらく闇のエルフの隠れ家じゃな。神殿から締め出され身を寄せたんじゃろう。またエルフ。襲ってきた。ここは彼らの土地だし、あの時彼らの身に起きてたことを考えたら責められないよ。助言なのか脅しなのか読み手次第だ。生き物は何と言っている。言葉が聞こえるんじゃなく、動物の気持ちを感じ取ることができるんだ。この動物はすごく苦しんでるんだ。なるほど。なぜ聞いたの？興味があった。本当に？何かに興味を持つことくらいはある。そうだよね。ごめん。
くんだよ。
反対側から当てないとダメかな。下から当ててみたら？私もお前も以前とは違う。それはそうだけど、なぜ急に動物を助ける気になったのかなって。助け出したくないのか。もちろん助け出したいよ。父上も賛成するのが意外なだけ。正しいことをしてるのかな。動物を見捨てて家に帰ることもできる。僕は別に見捨てたいわけじゃないよ。でも助けるために闇のエルフを殺すなら、ついさっきまで
手負いの動物を助けるためにドラウグルの群れを退治していたのは誰じゃったかな。不死のドラウグルとエルフじゃ違うでしょ。僕は同じ間違いを犯したくないだけだよ。むやみに首を突っ込んで。
あの爆弾、役に立ちそう。おっ、僕たちがアルフヘイムで何をしようと、結局は闇のエルフを傷つけてしまう。お前が見つけた生き物を助けに来たんだ。そうだけどさ、いつもは動物を助けるためにみんなを引きずり回すのは父上じゃなくて僕なのに。何か僕に隠してるの？いいよ。そっか。見つけた。あれなんだろう。ゲフィオンもびっくりじゃな。あれほど巨大なハーブブーバは初めて見たわい。苦しんでるだけじゃない。歌を歌おうとしてる。あれは砂の歌じゃな。地下ではこんな風に歌わんはずじゃが。あれが砂嵐の原因？ああ、巣に押さえつけられてるところを見ると幾冬も閉じ込められとったんじゃろ。大丈夫ランチ、出してあげるよ。俺の名前か。ほら、この前のイカの名前はディナーだったんだ。これはまた、今のは出来が悪すぎるの。冗談に挑戦する心意気は認めるが、聞くに耐えんわい。なんでも、うまくやれるわけじゃないし。そこの岩をどかしてみたら、見通しよくなるよ。
巣の大部分は消えた。解放してやれるはずだ。なんで閉じ込めたんだろう。ハーブグーバは穴を掘る。その性質を考えると闇のエルフのせいとは言い切れんな。巣に閉じ込められてたのに。光が光のエルフのものでないように、巣が闇のエルフのものとは限らん。巣はこのアルフヘイムの天然資源、先人の時代から利用してきたものじゃ。光の領域では光のエルフが巣を取り払ったが、闇のエルフは不毛の地で巣を活用したんじゃよ。じゃあ僕らがこの巣を取り払ったら闇のエルフが困るの。囚われの身のままでいいのか。うん。ならば逃がしてやるぞ。ギャバ。おっ。うっ。ここだよ。ここを切れば逃がしてあげられる。闇のエルフもわしらに友好的に接してくれるかもしれんな。ねえ父上、連れてきてくれてありがとう。でもラグナロクから気を紛らわすためにここまでする必要はないよ。そのために来たわけではない。違うの？だったらなんでここに。少しは頭を使わんか。こやつはお前さんと過ごしたかったんじゃよ。できるうちにな。本当に？この先何があるかはわからん。だがラグナロクが来るならば、残された時間を共に楽しみたい。僕、なんて言えばいいか。ありがとう。ここに連れてきてくれてさ。来られてよかったよ。私もだ。Go!